皆さんこんにちは、武田塾の川野です。矢上です。今日やっていきたい企画、早慶の学生生活の違い、早稲田と慶応、両方、行きたいには行きたいんですけど、どっちが実際おすすめなんですかって質問よく聞かれるんですね。どちらの大学行ってもしっかりね、大学生活送れるんで問題ないんですが、誇張した表現だと思って聞いてください。あと注意としては、やっぱり我々の完全に主観になりますので。そうですね、はいですね。そう、全員がそうじゃないよってことはね、先に分かっていただけるとよろしいかなと思います、で今回話していくテーマは、服装、食事、夏休みの生活、そして学部のヒエラルキーについて語っていきたいと思います、まずは服装ですね、これね、最近ちょうど質問を受けたんですよ、塾生に、早稲田とかってスウェットとかで行きやすそうだけど、慶応ってなんか毎回おしゃれしなきゃいけないんですか？そもそも、早稲田ってスウェットでも大丈夫なんですか？スウェットすっぴんで OK です。慶応もですね、実はこれスウェット普通にいます、いるんですね。います、います。例えば夏とかになるとね、この筋肉隆々のね、方々とかが、タンクトップで歩いてたりするんですよ。なるほど、なるほど。部活だったりとかの学生なんですけど、堅苦しく考える必要ないよってことを言いたいです。これは早慶に限らず、どこの大学も部活の方がそうやってあれば、ある話なんじゃないかなと思いますね。青学はやっぱりかなりおしゃれ必要かなと思って、僕一番このマーチ早慶で青学が一番ちょっと女子はね、特にちょっと服装のお金がかかるんじゃないかなと個人的に思ってます。続いて、食事、昼ご飯とかその辺の話ですかね、きっとね。お昼とか学食とか何食べてるんですかって聞かれるんですね、たくさん料理屋があるんですけど、もう早稲飯とか呼ばれてまして、安い、量が多い、脂っこいところの3つですね、取り揃えておりますので、カロリーが取れるようになってます。山田先生の一番好きな早稲飯何なんですか？三品っていう、牛丼と、カレーと、とんかつを混ぜ合わせた三品ってね、これも本当にボリューミーなんです、食べてほしい。続いて慶応なんですけど、慶応もね、よくイタリアンとか、パスタとか食べてるんですか？そうね、慶応生パスタ食ってるイメージもありますよ。好きには好きかもしれないですけど、みんなそんなお昼とか食べてるからそんなことないですよ。本当ですか？いや本当ですよ。慶応の 1,2 年生は、最初ね、日吉に大体いるんですけど、その日吉でもう人気、これぞ慶応生が行くっていうお店では、武蔵屋っていうラーメン屋さんがあるんですね、これ、いわゆる横浜の家系ラーメンっていうラーメンなんですけど、ここがね、もう本当に大人気なんですよ。僕も行ったことあって、実はめちゃうまいですよね。そうなん、いや美味しいんですよね、で価格もね、学生向けで良心的ですし、ライスもね、おかわり無料だったりとかっていうところで、みんなね、結構ワンパックに食べるんじゃないかなと思います。これからね、気持ちのいい夏を迎えるわけですね、夏休み来た。この学生生活の特に夏休みなんてもう一番楽しい時じゃないですか、でこれをね、ぜひこの今見ている受験生が受験のね、その先を楽しみにできるようにお話ししていきたいんですけど、早稲田生の夏休み、どんな感じなんですか？早稲田の夏休みは、ほぼ寝て終わりますこれちょっと怒られるちょっとね、早稲田もね、人が多くて堕落してるイメージはありますよね。その夏休みだからやっぱ寝てる学生、あとはバイトに励む学生が多いかなっていう、あとは意味なくヒッチハイクする学生とか、多いイメージですね、早稲田はね。なるほど、これをね、見てる早稲田志望の子、安心して、寝てる学生なんて山火さんぐらいですから。いや、僕は主観が過ぎますよ。まあ、さん言い過ぎました。慶応生はやっぱ海外行ったりとか、あとね、クルージングしてたりとか、そう、銀座でなんかビアガーデンとか行ったりとか、なんかそういうイメージあるんですけど、早稲田はそうじゃなくて、ちょっとなんかもうちょっとみんなこじんまりね、生きてるんじゃないかなっていうイメージでした。イメージですね。イメージです。そう。で、実際じゃあ慶応どうかっていうと、これも本当私の周りなんですけど、旅行に行くっていうのは結構多い気がしますね。海外旅行だったりとか、あとはやっぱり夏だったらこうね、沖縄とか行って思いっきり海を楽しむとかね、同じ人でもね、そのタイミングによって、寝てる時もあれば、活動的に外に起こしてる時もあるしって感じじゃないですか。そうですね。あとちょっと正直、本音を言うと、どのサークルに入るかでかなり活動は違うかなと思いますね。やっぱりこれすごいサークルで旅行に行ったりとか、いろいろ夏のアクティビティ楽しんだりするところもありますし、そうですね。そういうのがないかったら自分で、計画しないとどうもいかないと思うんです。特にね、サークルでする、キャンプとかね、最高ですね。バーベキューとかね、もう最高なんですよ。ぜひね、受験生楽しみにして勉強に励んでください。そうですね、みんな妄想しよう。で最後、学部ヒエラルキーについて。はい。これはね、結構噂になってるらしくて、どういう噂かっていうと、早稲田はもう学部のヒエラルキーがすごい強くて、で、慶応は比較的あまりないんじゃないかっていう話なんですね、早稲田どうなんですか？これは正直、あります。早稲田だと、政治経済学部をもうトップとしたヒエラルキーがですね、存在するんですけど、これを気にするかどうかは、通ってる人次第なんで、政経ね、あと法、小学部、あと国際教養とか、であと他にね、文工社学、教育とかね、なるほど、いろいろあるんですけど、所沢キャンパスとかね、あるんですけど、ヒエラルキーは存在しますし、やっぱり自虐してる人もたくさんいます。自分はその教育なんで、本キャンパスも底辺ではあるんですけども、でも楽しくね、生活できてるんで気にしなくて大丈夫です。山上先生はね、もうこれ自分が今教育だから、あえてね、謙遜して一番下だ
とか言ってるんですけど、はい、本当はね全然そんなことないんですよね、うん、それぞれやっぱり学びたい分野があって、うん、学びたい学部に進んでるんで、うん、学問に別に優劣ってないと思うんですよね、うん、偏差値はね多少出ちゃうかもしれないですけど、はい、でもそれは関係なくてやっぱ自分のやりたいことをその早稲田で叶えてあれば、うん、学部のねヒエラルキーとかって関係ないし、うん、気にする必要はないと思うんで、うん、やっぱりね自分の行きたい学部に目指して頑張ってほしいです。いやもう川辺さんいいこと言いますね本当にそうです。川辺さんだってあれじゃないですか、せっかく、ね、教育学部で学んだからこそ、はい、今全国の受験生に向けてね、はい、こうやって教育系の YouTuber としてやってるわけじゃないですか、はい、そうですね、はい、慶応なんですけど学部のどっちが上かとかって話をした記憶は一切ないですね、うん、おーないんですね、うん、ネタとしてっていうか、うん、SUC ってどうって言われて、はい、SUC とは交流がないみたいなことは言うんです、はいはい、まあ、実際ないですねほとんど。おなるほど。キャンパスが違うと、うん、所属するサークルとか変わってくる可能性あるんで、うん、まあ、そのあたりは一度ねいろいろと知ってる人に聞いてみると面白いんじゃないかなと思います。ということで今回は早慶の学生生活の違いについて話してきました、うん、はい、早稲田と慶応ね、うん、どっちがいいかなってこう悩んでる子もねこの動画を参考に考えてみてもらえると嬉しいです。今回以上です。高田先生、はい、あの夏だけ武田が今年も始まるみたいですよ。あの勉強習慣がめちゃくちゃ身について勉強法もまるっと変わるあの夏だけ武田ですね。そうなんです。今入会金無料で武田塾に1ヶ月勉強してもらいます。君も勉強時間爆増間違いなし。詳しくは概要欄から。